はい、こんにちは。JR 国分寺駅南口、徒歩3、4分のところにあります。額縁とヨガ材料専門店、次男画房2代目店主、長谷川です。いつも頭に手拭い巻いております。本日はですね、お客様が、次男画房店頭の方にお持ち込みいただきました。ティンガティンガアート。タンザニアとかね、そちらの方で、あるね、なんていうの、ティンガティンガっていうジャンルの絵があるんですけど、そちらをね、額装のご依頼いただきまして、今日はそちらをね、額装したの、動画に撮ってみました。実際はですね、結構持ち込みされた時はね、キャンバスに書かれてる、キャンバスじゃないんだ、これなんだ、布に書かれてるんですけど、巻いた状態で、お持ち込みされたんで、多少波打ちしてたんですけども、ちょっと厚めのボードに、張り込みして、それから、額縁の方に入れました。よく見るとね、ちょっと波打ちしてる部分も若干あるんですけども、これやっぱりちょっと木枠にね、張り込むとかそういうことしないと、完全には伸びないと思いますけども、まあ、ちょっと今回ね、木枠に張らないで薄めの、額縁の方にね、お客様が額装したいというご依頼だったので、ボードの方にね、一生懸命張り込んでやってみました。こういったね、ティンガティンガなんかも、次男画房テントの方で、ご相談をお受けしております。よろしければ、次男画房の方にご依頼ください。ありがとうございました。